1948年、桑沢陽子は20世紀の昭和時代に活動した日本のファッションデザイナー。桑沢デザイン研究所及び東京造形大学の創立者で服飾から生活全般にわたる分野において産業デザインを提唱した。桑沢陽子と表記されることもある。東京市神楽東今山町に出生。1928年に 女子美術学校市販科西洋部へ入学。1932年に卒業。1933年に新建築工芸学院へ入学しバウハウスの思想に触れた。写真家の田村茂と1934年に結婚するも、1951年に離婚。新建築工芸学院の川北蓮七郎に紹介され東京社の編集に携わる。 1937年に、婦人が放射の前身にあたる東京社へ入社。雑誌社で、ジャーナリズムに触れ女性の社会進出、職業婦人が活躍する将来に向け衣服による生活改善、勤め先に着ていける服装の製作を提唱した。1941年に、服飾デザイナー伊藤茂平の下で、洋裁技術を修行。翌1942年に、 東京社を退職し、クワサワ復職工房を設立。復職デザイナーとして活動を始める。1945年、婦人が奉仕などで復職デザインについての執筆を開始。1948年に復職デザイナーの職能団体、日本デザイナークラブの結成にメンバーの一員として参加する。玉川洋裁学院長、女子美術短期大学講師を兼任。 ファッションデザイナーとして産業的、機能的デザインを提唱した。美術教育機関を設立することで服飾に関する相談や対応、デザイン全般の基礎教育、職能教育の具体的な提案ができると考え、1954年、桑沢デザイン研究所を東京、青山に設立。ファッションデザイナーとして企業ユニフォームや学生服など多くを手掛けた。 1966年、より高度な美術、デザイン教育機関として、東京造形大学を東京、八王子に設立し学長に就任。東京造形大学設立時の教員には、佐藤忠義、勝井光雄、竹谷藤夫などが集まった。東京造形大学学長、同大学理事長を歴任。バウハウスの理念を実践しデザイン史に広く、功績を残した。 1973年に乱獣報奨を授与。ありがとうございます。